ギチギチな二人。早く部活行きたいのに、なんで私が倉庫の整理とか。ん？向こうに行きましたよ。風間！やべえやべえ、いややばいって。とりあえずあいつら来たね。二人ブラザーズに不条五天王とマジすごい弾まで手を組みやがって。で、結局何人いんだよ。ひとまず、やり過ごして、長山たちと交流するか。風間？ああ？で、お前なんでこんな狭いとこにいんの？なんでって、先生に頼まれて。ちょっと！悪い！で、待て、暴れんな！今外に出たらやばい！ああ？あんた何言ってんの？やつめ、どこへ消えた？確か、こちらの方へ。悪いな、めんどくせえ連中に絡まれちまってよ。ちょっと静かにしててくれ。分かったから、手を離してくださいよ。悪い。くそー、あいつら早く行けよ。あ、唇触られちゃった。それにこんな狭いとこで密着して、私、重い荷物運んでたのに汗臭くないかな。あ、いた、風間の髪がチクチクする。っていうか、この状況何なの。あー、もうチクチクする。ラオよ、こんなところにシェルターの入り口が。風の風間賢治め、ここに潜んでおるのか。勝手にあだ名つけんなよ。風と風間って語呂悪っ。やべ、鍵。鍵がかかっているようだ。仕方ありませんね。二手に分かれましょう。今式は風の風間よ。はぁ、行ったか。もういいなら離れなさいよ。くっつきすぎでしょ。ちょっと意識しなさいよ、バカ。あ、まさか風間、こういう状況に慣れてる？先輩、ペタペタしていいですか？ほら、なんていうか妹的な触れ合いの一環として、ペタペタ、ペタペタ。お前、妹じゃねえっつってんだろ。ペタペタ、ペタペタといえば土の出番だな。無理やり属性ネタとかいいか。ちょっと待ってください、今日の風間さん当番は私です。ペタリンコペタペタ。だからくっつくんじゃねえ。ギューってしていいんですよ。いいんですよ。ギューギュー。いや、やめろー。不潔よ。ああ、悪い、走ってきたから汗かいちまったんだな。すぐ出てくからよ。そういうわけじゃ。あれ、どうしたの。鍵が開かねえ。壊れちまってるみたいだな。さっきあのバカが力任せに殴りやがったせいか。ちょっとどうすんのよ。どうするっつったって、体当たりぶちかますにもこの狭さじゃな。大声出したらあいつら戻ってきそうだし、携帯で誰か呼ぶか。動かないでよ。いろいろ当たってチク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 する。んなこと言ったって。あ、今度はどうしたのよ。悪い、電池切れてた。お前ので頼むわ。私携帯は教室に置きっぱなしよ。マジかよ、参ったな。早くなんとかしなさいよ。やんなこと言ったって。もうこの状況に耐えられない。チクチクするし、風間の風間が風間って。
ああ。好きなゲームって何？なんだよ唐突に。まあ格ゲーとかかな。あ、それじゃあ好きな女くって？あ、女く？ああ音楽か？ああそれ。まあロックなのがいいかな。お前は？私のことなんてどうでもいいでしょ。お前から聞いといて何なんだよ。つうかどうせあれだろ、ゲームミュージックとかなんだろ。それはそうだけど、それだけじゃないんだから。最近のオーケストラみたいなのもいいけど、やっぱり8ビット時代のノイズ鳴らしてるようなのとかが大好きなんだからね。ビープ音源があれば人は生きていけるのよ。おうまっみんなそれぞれ特別に好きなもんがあるってのは、あの部活に入って分かったからな。それを否定する気はねえよ。風間。つうか、いい加減ここから出る方法を考えねえと。うわっ！あいつー。大丈夫か？あのな、これは、なんつうか、不可抗力というか。だからな、慌てず騒がず。もう、バカ！見ろ、風の風間健二が倒れている。あれは最近、頭角を現してきた、チャックボーン高尾さん。奴の仕業か。何そのあだ名っていうか、私のせいじゃないわ。ジャックなくてもすげえ。かくるかということがあったらしいのだが、けしからん。誠にけしからん。風間くんと高尾さんが二人きり。ああ、でも、それはそれで、しょうがなかったんじゃないですか？我々ギチギチチャンピオンズを差し置いて、あの女、ケンジと二人きりでギチギチと！チャンピオンズ？複数系？とにかく、このままにはしておけん！こうなったら特訓だ、船堀！え？二人でケンジを取り戻し、ギッチギチのみっちみちになるのだ！当然！その後でお前も倒すがな。私もう帰りますね。さあ船堀、お前も笑うのだ。どうした船堀？船堀。大沢みなみの休日。マヨネーズは一本まで。なんだまだ昼か。寝よ。水上さくらの休日。いい天気、いい水日和だね。わざわざ田舎の町まで来た甲斐があったよ。噂によるとこの辺にすごい水があるらしいんだよね。もしそこのお人、うん、飲めば願いの叶う伝説の青き水をお探しか。おじさん、なんか知ってんの？おー、恐ろしい恐ろしい。やめておきなされ。あの水を手にすれば、お主は何かを失うことじゃろう。なんまだぶ。楽しそうだね。荒いことではないぞ。気をつけなされ。はいはい、じゃあね。神よ、少女を守りたまえ。マジ！マジ！そこのお人、もしや飲めば願いの叶う
伝説の青き水をお探しか。うん、そのようなものをお探しだよ。250ml で580円です。すごい水ゲットというわけで、一緒に飲みましょう先輩。あー、遠慮するわ。なんで、なんで。何か失うって金払っただけじゃん。しかも高え。払わなかったら泥棒だよ。この瓶よく見ろ。ん？青き水って瓶の色青いだけじゃん。まさか騙された。お前頭いいんだか悪いんだか分かんないよな。水に罪はないけど。お、でもまあなんだ、楽しかったのか、その水を探す旅ってのは。うん、じゃ別に良かったんじゃねえの。何も目的だけが全部じゃねえだろ。途中が楽しけりゃそれでいいじゃねえか。この部の連中だっていつもそんなんばっかだし。先輩なんかギャルゲーの主人公みたいに強引にいい話に持っていこうとしましたね。ブスで台無しだよ。それじゃあそんな先輩に乾杯。ブクスクス。え、先輩と乾杯かけたの。お前ほんとよくわかんねえよ。大沢みなみの休日その2。ちくわはおやつに入らない。もう夜か、寝よ。究極 VS 至高のカップケーキ、では早速始めましょう。宇宙エロ本争奪ゲームオメガバースト。おー、ほらほら先輩も早く席について。ああ俺やんねえぞ。今回の追加を含めて一気にキャラが20人。マップも今までの3倍の広さです。しかも全員に超必殺技があるんですよ。ムフー。だからやんねえっつーの。俺はアイラブ読むので忙しいんだよ。大丈夫、ちゃんと風間さんのエロインダーにも必殺技ありますから。なら疾風エロインダー風のバーチカルジャンプ。何が大丈夫なのか分かんねえよ。つーか俺とエロインダーの設定混ぜんぬ。やりましょうよ先輩。付き合ってられっか。じゃあな。あ、逃げるのか。毎回その手には乗んねえよ。ったく誰がエロインダーだよ。せめてガインジーに。よっ。あ、船堀すまん。風間くん、こちらこそすみません。いや俺は大丈夫だけどよ。それん、あ、カップケーキがボロボロに。悪い、それお前が作ったんだろう。はい、西永先生から南先生分にとお願いされて職員室に持って行こうとしてたんです。そっか、じゃ俺が謝っとくわ。でもそれなら新しいのを作って。あ、いた。どうした。いえ、転んだ時に指をちょっと。大丈夫かよ、保健室行くか。え、お、あの、それより一つお願いしたいことが。え、カップケーキ作るの手伝ってくれって本当に俺でいいのか。はい、では始めましょう。これ混ぜりゃいいのか。ま、指痛めてるやつに無理はさせられねえからな。はい、お願いしますね。こんな感じか。そうそう、うまいです風間くん。空気を混ぜ込むような感じで。わかった、任せろ。風
風間くん、エプロン姿似合いますね。そうか？なんだか変な感じですけど。そりゃそうだろ、普段料理とかしねえからな。そうじゃなくて、この放課後の家庭科室に風間くんと二人で。私、何言ってるんだろう。ま、俺料理部じゃねえし。だからそうじゃなくて、後で高尾さんには謝っておかないとかな。ああ、なんでそこであいつの名前出てくんだ。風間くんは鈍感すぎます。その通り、風間さんは鈍感すぎます。やーい、鈍感かーん。なんでお前ら放課後二人きりの家庭科室でカップケーキを焼くだなんてラブコメ展開。私の目の黒いうちは許しません、許しませんよ。 I never forgive。 お前の許可がいるの？てか、なんで片言英語？これは完全に不純異性交友だな。トロトロのシロップがかかったカップケーキとか、みだらで不死だらすぎるし、うまいからよこせ。やりますね先輩。どこがだよ。俺はただ指を痛めてこいつの代わりに手伝ってるだけで、なんとか言ってやってくれよ船堀。え、船堀？不純異性交友。船堀。ところで風間さん、私が炎のカップケーキクイーンと呼ばれていることを知っていますか？知らねえよ！あたる増えすぎだろ！土のカップケーキとは私のことだ。生地を作るのは土をこねるのと同じ。大地の息吹を感じ取れ。まったく、カップケーキは美味しいお水で作ってこそだよね。お前ら絶対今考えただろ。待てー！あんたたちの好きにはさせないわ。また増えた！お前らどっから湧いてきやがった。だって部室に誰もいないからちょっと気になって。その部室自分どころ部活じゃないよね。俺はたまにはお前と一緒に帰ろうと思って部室に行ってみたらいないから探し出したまでよ。いや、匂いを追ったわけじゃないぞ。違うからな。クンクンしてないぞ。俺そんな臭くねえよ。ねえよな。とにかくその勝負、私たちも参加するわ。ケンジのカップケーキを作るのは俺だ。私です。おいらだ、いつの間に勝負になってんの。てか今変なの混ざってなかった？エロじゃないよ、スケベだよ。あー、それじゃ一番うまいカップケーキを作ったやつが勝ちと。審判は船堀でいいな。はい、料理部として精一杯フェアに務めさせていただきます。この子いい子や。完成だ。早っ。では実食に移ります。先生いつの間に。あ、はい、どうぞ。あの、お茶とか用意しますね。船堀審判じゃなくなってるし、もうグダグダだな。実食。これはカラス山のか。甘い。感想それだけ？待て待て、水上のは、ちょっと甘い。具体性に欠けるぞ。まあ材料は大体同じものしかなかったからな。隠し味に土ぐらいで。入れんなよ。幻の水入れたのに。その水味ついてないよね。それじゃあ次は私のカップケーキをどうぞ先生。おう、高岡。しょっぱい。え？まるで少女漫画に出てくる塩と砂糖を間違えたみたいな味がするぞ。食ったことあんのかよ。そんなことあるわけ。うまっ、しょっぱ。お前ほんと胸以外は残念だよな。どうしてこんな。ああ、そうだわ。魔導村オンラインのアイテム、青が塩で赤が砂糖だったから、ここの砂糖は青い容器に入ってて。どんだけゲーム脳なの。ごめんなさい、味見してる時間がなくて。まさかこんなところで魔導村の副作用が出るとは。つまりお前のも塩味かよ。うん、しょっぱ。なんか臭い。うわ、臭りんこ。ふん、やれやれ、カップケーキもまともに作れないとは女子力に欠ける連中だ。お前には女子力求めてねえよ。では食べていただこう。
このスペシャルギチギチカップケーキを。辛さは激辛カレーのおよそ108倍。甘ったるい他のカップケーキの後に食べればますます食が進むというもの。この頭脳プレイ見たか、ケンジよ。ああ、なんか赤いし嫌だからいいや。風間やる。いや、俺もいらん。ケンジ、こんな地獄みたいな色のカップケーキ食えるか。見てるだけで汗出るわ。ならば俺が先に食ってやる。あっ、あっ、辛い、あっ、あっ、辛い。これがザバランというのに。それじゃあこれで全部。あら、これは風間のか。ああ、いや、そいつはさっき船堀が焼いて落っことしちまったやつだ。へえ、落ちたの食べらずに食った。うまい。え、うん、さすが船堀、甘すぎもせずしっとりと、それでいてまろやかかつしゃっきりポンとしたこの風味、レベルが違うな。そんな船堀すげー。たく、あいつらちゃんと片付けまでやってけっての。あの風間君、今日はそのいろいろありがとうございました。ああ、元はといえば俺がぶつかってカップケーキダメにしまったからだろ。でもそれは私も不注意で。ああ、じゃあこうしようぜ。今度指が治ってカップケーキ作ったら俺にも食わせてくれ。結局先生に全部食われちまったからな。はい、私頑張りますね。なるほど、そうやって主人公みたいな締め方するんですね。だから台無しにすんなよ。いたなら手伝え。風間くん、いつも楽しそう。船堀の休日です。いいんでしょうか、私なんかで。船堀、船堀、新しいフライ返しも見つかったし、そろそろ帰って。あ、ハートの形のカップケーキの型。どうしよう、可愛いけどちょっと高いかな。でもこれを使ってケーキ焼いたらきっとみんなも喜んでくれるだろうし。もしかしたら遊びに来た風間くん、こっちの星型、このむやみなツンツン具合、これって風間くんそっくり、むしろそのもの。でもちょっと使いにくそうな。お買い上げありがとうございました。結局両方買っちゃった。今月お小遣い節約しないと。えー、すげー、コンボ風属性強え。ゲームコーナーずいぶん盛り上がってるな。私ああいうのやらないから全然わかんないけど、ゲーム制作部の人たちとかやっぱり得意なのかな。というわけで私の休日でした。すみません、私特に何も事件とかなくて。ふーなーぼりーふーなーぼりーふーなーぼりーやめてー。では私、柴崎ろ過の休日です。なるほど、やはり最近の流行はこういうトレーディングカード系のゲームですか。次に作るゲームの参考にしましょう。あれ、お姉ちゃん並んでないの？ああ、私は別に。バーカ、制服のおばちゃんがゲームなんかやるかよ。おば、ゲームは俺たち子供のもんだぜ。おはは、なにこれ、
大人の力、闇の力を見せてあげます。ヒヒ、レンコイン。大人げない。見えない。うわー、何も見えない。ん、柴崎さん、何やってるんですか。休日の最後にとんでもない事件来ちゃった。魔導村オンラインエピソード2。よし、みんな集まったな。はあ、この前は全然冒険できませんでしたからね、風間さんのせいで。俺かよ。悪いのは呪いの鎧とか売りつけやがった野郎だろ。ふん、困ったやつもいたものだな。お前やっぱ当たるだろ。今度は何しに来やがった。違う、俺はさすらいの副会長よ。お前のようなゲーム初心者にアドバイスを与えるためにやってきたのだ。前もんなこと言ってたよな。ゲームの中とはいえ、いや、だからこそこの世は弱肉強食、その極限状態を楽しんでこそ永遠の快楽への道が開かされるのだ。どこでもブラックホール。なんか黒いの出た。この前覚えた闇の上位魔法です。あー、吸い込まれな。当たる。じゃなくて副会長。これはこれで、さて邪魔者は消えました。どこに消えたの。まあまあ、もう先輩も普通に装備整えたんですよね。どこ行きます。ああ、いや、どこっつっても俺よくわかんねえからな。そういえば追加クエストが結構配信されてたな。任せろ、ぴったりなクエストを登録しておいた。結構歯ごたえあるからな。本気で行くぞ。おう、ゲームだろうとそのぐらいの方が燃えるぜ。おい、なんだよあれ、ラスボスっぽくね。あいつはエルダードラゴン、八神竜を束ねるものだ。ラスボス程度なら鼻息でポイって感じだな。そんなの勝てんのかよ。もうこれ死ぬって。先輩、根性だよ。弾幕は気合で避けろ。あ、やっぱ死んだ。あー、うるさいな。これだから弱っちいやつは。だからレベル1なんだって。大丈夫、私が生き返らせます。闇の精霊よ、風間さんに魂の救済を。おお、復活。また死んだし。風間さん、真面目にやってくださいよ。ガードしても削られて死ぬんだよ。っていうかこのドラゴン、なんで俺ばっか狙うんだよ。ああ、こいつパーティーで一番弱っちいやつ狙う習性があるんだわ。お前それ分かってて連れてきただろ。はあ、あー、死ぬ死ぬ死ぬ、どうせ死ぬ。諦めるのはまだ早いです、風間さん。なんだよ、他に方法あんのか。課金です。1000円で3秒無敵バリアが。やだよ、つうか高えよ。お、またブレス来るぞ。くそ。まだ死んでない。これはアルティメットコールド爪ちゃんシールド。何やってんのよあんたたち。私がシールド貼ってるから今のうちに倒しちゃいなさい。お前いつの間に。たまたま同じクエストになっちゃっただけよ。最初部屋が満室で入れなかったけど誰か抜けたみたいだったから。ってほら、いいから早く。アースクウェイク、エレクトリックサンダラー、助かったぜ。私のトルネードファイヤーアーチャーのおかげですね。俺はお前にとどめ刺されるとこだったよ。まった
くん、いきなり追加配信の裏クエストなんて何考えてんのよ。ま、こうして倒せたんだからいいだろ。これで一気にレベルアップですよ。ああ、そうなのか。風間健二、レベルアップ。お、本当だ。風間健二、レベルアップ。風間健二、レベルアップ。風間健二、で、おい、止まんねえぞこれ。経験値的にレベル300くらいまで上がるんじゃないか。そんなにいらねえよ。私のレベルは1200です。私1000ちょっと。お前らやり込みすぎ。風間健二、レベルアップ。もうマジ止まんねえし。つうかよ、俺やっぱ一気に強くなるってことだよな。まあそうなるな。じゃあ俺このキャラ消すわ。え、あ、何か不満なのか。みんなで一緒に遊べますよ。なんつうか、結局今の戦いだって俺足引っ張ってただけで何もしてねえじゃん。それで一気に強くなるってなんかズルしたみたいでよ。またまた、いつも汚い手で勝ってるくせに。それはまあ結果的にそういうこともあるけども。ちょっとわかるかな、高尾さん。みんなこのゲーム始めて一番楽しかったのってやっぱり最初の頃じゃない。手探りでいろいろ調べて、ちょっとずつレベル上げて、いける範囲が広がって、そりゃみんなで一緒に遊ぶのは楽しいと思うけど。そうなんだよな。お前らが面白い面白いっつうからやってみたけどよ、その面白いとこをすっ飛ばしちまうことにならねえか。それは確かにそうかもしれません。んじゃ、そういうわけでやり直すからちょっと待っててくれや。風間健二、レベルアップ。だからこれうるせえよ。あのさ、だったら私も最初からやろうかな。セカンドキャラ作って、ちょうど別の職業とかもやってみたいかなって思ってたとこだし。私もサードキャラでやります。しょうがないな。ま、もう一回最初から楽しめるって考えればいいか。うん、そうだね。やれやれ、付き合う顧問も大変だ。お前ら、風間健二、リベルアップ。ほんとうるせえよ。烏山千歳の休日。まったく、生徒会で休日登校とかなんなんだよ。ああ、さすがに仕事が溜まってるな。会計のチェックに、部活の申請に。うん、しょうがない。やるか。終わったか。結局俺がやってますよね。私は私でちゃんと仕事してただろうが。お前を椅子にして居眠りっつーさ。その通りです。ありがとうございますワン。そうやって乗られて踏まれてってたまらんなく許せん。いつかいつか素足で踏んでくれ。ああ、まあいいよ。靴下脱げばいいのか。こら、俺の宿敵のくせにそんな簡単に脱ぐな。脱ぐときは一日履き終わって汗を吸い取ってからにしろ。うわ、めんどくさ。ああ、もう帰るわ。お、何、勝った。魔神英雄伝当たる勘。勝ってねえよ。チッパーチ、来たー。ああ、風間健二の休日だ。たまには一人でゆっくりさせろっての。ったく、なんで俺が買い物なんか頼まれなきゃなんねえんだよ。んだこれ。いやいや、バカは休日までバカやってんのな。ああいうのには関わらないようにしねえと。そりゃ昔は俺もとんがってたさ。いろいろバカもやった。そん時はそれが楽しかったし、他にやることもなかったからな。だけど今は本当に大事なものを見つけしまったんだ。そう、俺の居場所、ゲーム制作部ってやつをよ。部長は可愛いし、
げへへ、あいつの作るゲームが楽しみで仕方ねえ。っておい、なんでお前俺のふりして改造語ってんの。しかも似てねえし、つうかどっから湧いた。おや、風間さんじゃありませんか。誰の心の声が漏れているのかと思いました。しらじらしい。でも意外です。ああいう揉め事は合法的に暴れられるチャンスみたいに思っているものかと。俺を何だと思ってんだよ。大体昔だって理由もねえのに暴れたりしてねえし、ダチを守る時とかそういうのだけだ。ま、売られた喧嘩は買うけどな。へえ、そういうの嫌いじゃないですよ。ところでなんでお前さっきから俺にくっついてんの。だってさっき、お前が俺の居場所だ、ずっとそばにいてくれって言ってたじゃないですか。言ってねえよ。勝手な改装をさらに改ざんしやがった。いいじゃないですか、せっかくのお休みぐらい。休みぐらい休ませてくれよ。おい、これ待て、こら、そこのツンツンやてな、イチャついてんじゃねえぞ、どら。中学生に手出しやがって、羨ましい。あ、イチャついてたのは確かですが、まったく今日はおばちゃんだの中学生だの、それも風間さんがはっきりしないからです。俺が何をした。ガチャガチャ言ってんじゃねえぞ、こら。金貸してくださいよ、こら。どらどら。やれやれ、売られた喧嘩は買わないとですね。え、な、何？なんだ、何も見えねえ。袋は。たく、相変わらずすげえスピードだな、おい。そんなことより大変です、風間さん。あ、これ私の休日と同じオチです。知らねえよ。あれ、柴崎さんと風間くん、何やってるんですか。最後の最後にまた事件来ちゃった。高尾部長の休日っていうか、休日ぐらいゲームしてゴロゴロしててもいいじゃない。ほっといてよ。やったー、金の冠完璧。あ、何何？ご褒美に何でも一つ願いを叶えましょう。何にしようかな。レベルとパラメータはカンストしてるし、素材かな。で、もう朝か。さすがにちょっと眠いかな。休みなさい。おい、おい、いつまで寝てんだよ。やだ、まだ眠いよ。起きろよ。なんか風間みたいな声。俺だっつーの。え、風間、なんで私の部屋に。あー、なんだ、お前の姉ちゃんが開けてくれた。分かった分かったわ、これ夢ね、夢落ち。分かってる分かってる。はあ、なんだかよく分かんねえけど、そもそもお前が呼び出したんだろうが。え、私が。ああ、そういうことね、夢の中で召喚的な。呼んだ呼んだ、ナイス。私たく、で何の用だよ。あれ、なんていうか、なんだっけ。おい、いい加減にしとけよ。あ、ちょっと待って、考えるから30秒。長えよ。3秒だ、321、はい、何。風間は私のこと どう思ってるの。はあ、なんだよ、いきなりその質問は。いいから答えなさいよ、どうせ夢なんでしょ。どうって言われても、ま、いろいろ頑張ってるとは思うな。え、どんなとこが。どこって、考えないと出てこない。ああ、いや、そうじゃなくてさ、なんだかんだで結構一緒に遊んでんだろ、俺たち。あ、だからなんつうか、今さらどこって言われても、まあ、そのいろいろだ。何それ、全然わかんない。わかんないけど。そうよね、私もあんたのどこがいいのかって言われたら
考えちゃうもん。ただこれは言えるな。え？お前といると退屈はしねえってことだ。え？なあ、隣座っていいか。ちょっと、何、いきなりそんな、夢だからって私に都合良すぎない？まあ夢だしいいんじゃねえの。ほら、せっかくだから手ぐらい繋ごうぜ。いや、こんなの風間じゃない。おいおい、何言って。だって私の知ってるあいつはもっとヘタレで鈍感だけど、まっすぐで、そこがいいところなんだもん。私の都合なんかでどうにかなるようなやつじゃないんだから。そうだな、その通りだぜ。小様、よくぞ見破った、この俺の正体を。小様。風間の正体はこの俺、副会長こと川原あたる。貴様の夢の中に参上と。ちょっとあんた何勝手に人の夢の中に。本間なら風間を返しなさいよ。中途半端に剣士を惑わす者はこの俺が許さん。行くぞ船堀。はい、船堀さんまで何事。剣士はな、剣士なんだよ。本気だな、お前も名前で呼んでみろ。そんな恥ずかしいじゃない。何を恥ずかしがることがある。言葉にしなければ伝わらない思いもあるんだぞ。うまいこと言ったって顔やめてよ。高尾さん、頑張ってください。そんなこと言ったって。剣。あ、そうだ、いける、お前ならいける。あとちょっとです。はい、ヘタレ。ヘタレです。しょうがないでしょ、いきなり名前だなんて呼べないわよ。ふん、本当にそうか。え、これはお前の夢、つまりはお前の願望で構成されたものだ。その意味がわかるな。私の願い。そうです、高尾さん、手をつなごうとしたのも、抱きしめてキスしようとしたのも。そんなことしてないわよ。まだフラグ立ってないでしょ。フラグクラッシャー。私の願いは、まずはあいつの名前を呼ぶことじゃなくて、あいつに私の名前を呼ばせることよ。よくぞ言った、高尾部長。おめでとうございます。え？俺たちはお前を試していたのだ。褒美にこの妙にベタベタしてくる風間健二をやろう。俺、手汗すごいけど、いいか。やっぱり夢か。でも私、夢に見るぐらいあいつのこと。たまたまよ。あいつが人の名前なかなか呼んでくれなかったから。さてと、ゲームの続きっと。あいつの名前、風間健。二人ブラザーズの休日。時計師、私はもう長くない。ラゴよ、あなたに今まで隠していたことがあるのです。なんだ時計師。私とあなたは二人ブラザーズ、しかし血のつながりはないのです。何？Dフラグアニメ版ドラマ CD、 その名もギッチギチな2人、イエーイ。収録お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、という
ということでね、この恒例のキャストトークでございますよ。皆さん待ってたね、待たせたな。ということで司会はですね、私、中原じゃなくて川原当たり役の、もうね、もう中川原だからね、川原当たり役の深山純です。よろしくお願いします。純ちゃん、はい、ということでね、今回はですね、内容的にほら、なんかカップケーキだのだとか、ギッチギチだとかいろいろありましたが、今回の皆さんにお聞きしたいのは、感想なんかどうでもいいです。このドラマ CD の感想なんか言っていただきたいのは、学生時代の家庭科実習で印象に残った料理はと、その理由をお願いしたい。なるほど。やってねえよ、家庭科でやってねえよっていう人は。誰が考えたんだこれ。誰ですか。誰が考えたんだ。感想よりもこっちの方が重要だったんですよね、うん、だって感想をかけって言えって書いてないから、うん、そういうことです、はい、だからでも調理実習の記憶が曖昧だっていう人は、ギッチギチについて語ってください。ギッチギチも曖昧だっていう人は、ギッチギチも曖昧だっていう人は、今ギッチギチになったらどんな気持ちか言ってください。分かんないよね。結構幅広い。そうです。要するに話せることを話せってことでございます。何でもいいです。何でもいいですよ。このドラマ CD の感想に逃げるもよし、攻めるもよしでございます。ということで、早速トップバッターはですね、風間健二役の小西さん、はい、よろしくお願いします。はい、今回のドラマ CD はですね、逃げた、いきなり逃げた。もうね、覚えてない。覚えてる？みんな覚えてる？あ、全員覚えてないからみんな普通の感想になります。ここから。あ、そうですね。じゃあ、やめ、家庭科で覚えてるのって、はい、なんかね、雑巾作ったぐらい。あ、わかる。ナップサックとかやりましたよね。そう、ナップサック。ナップサックやんなかった？俺やってない。やりました、やりました。肩掛けのやつ、肩掛けのやつ。やってない。紐でギュッてしまるのやった。一緒？ナップサックこれじゃないの？それリュックサック。これもナップサックじゃない？それリュックサック。肩紐で肩のやつ。はい。それナップサック。まあ皆さん想像でお任せします。やった。じゃあやった。やりましたね。雑巾作ったのすごい覚えてる。はい。なんか、ね、料理したのはね、あんまやんなかったと思う。カレーとか作りませんでした？はしごひどい、こっち。それぞれで喋りすぎ。順番が来るからみんな。今まさにトークがギッチギチですよ。さ、オチもついたところで、どうもありがとうございました。お次の方どうぞ。はい。お次は柴崎の外役の花澤さんです。はい、柴崎の外役の花澤です。喋った方がいいな。俺どんどん選択肢なくなってんだけど。ギッチギチ。はい。ギチギチでいいの？家庭科は家庭科。いや、あえてギチギチを攻めたいなら喜んで。私のお財布、領収書でギチギチです。見して。うわー。見して。ダメですね、まめに取り替えないといけないですね。金融的にもあまりよろしくないって言いますからね。そうなんですね。ギチギチにするとこれ以上お金が入らないっていう。なんかお金をギチギチに入れてる方が、財布が記憶するとか言わない？お金を新しい財布は、なんか逆にして、お札の上下逆にして、なんかしばらく寝かした方がいいっていうね。そう、いっぱい入れ、とにかくいっぱい入れて。いいギチギチ情報をいただきました。ぜひともぜひとも。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。あ、逃げてきた。さあ、お次は川瀬町千歳役の斉藤さん、お願いします。お疲れ様でした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 。頑張ったぜ。私のギチギチは、ギチギチだね、家庭科は。家庭科の話もしてる。今もう全く使わないフェルトで、フェルトでなんかお財布を作るって言われて、うん、そう、でも私フェルトを半分に折って横を全部縫ったっていう雑っていうやつを提出しましたっていう思い出くらいだけど、ギッチギチは今もう靴箱がギッチギチ。あ、靴箱がやっぱりね、なんかブーツとかもまだ出っ放しなので、そう、ブーツとかを早くしまわないとちょっとギッチギチなので、早めにしまいたいなと。靴は箱に入れる？そのまま靴そのまま入れちゃう。あ、そうなんだ。そう、靴の箱って邪魔だよね。靴の箱結構邪魔だね。買う段階で箱はいりませんって。最初は箱に入れてるけど、途中からもいらんわ。俺全部箱に入れてる。中身かっかり。箱のやつ箱なくなっちゃう。写真撮って。あ、えら、こまめ。写真。めっちゃ欲しいみたい。なんだっけ、憧れるやつだ。いやだ、変わろうか。インスタント。話す？インスタントカメラみたいなやつあるじゃん。チェキみたい、チェキみたいなやつ。憧れるじゃん。あれで。女子力るよ、小西さんじゃないと困るじゃん、だってイベントの時とか。小西さん超真面目、女子力とか、女子力、それだけだ。うわ、じゃあちょっと私もそう、次からそうできるようにトライして。大丈夫です、そうできるようにっていう人は絶対やらないから。ありがとうございました。はい、じゃあお次はですね、水上策略の高橋さん、よろしくお願いします。はい、水上さくら役高橋美香子です。お疲れ様でした。家庭科からできれば家庭科の話を、できればマイクに向かって喋って。家庭科ね、家庭科はですね、
お料理をやった記憶で、はい、一番覚えてるのは、はい、白玉団子を作らなきゃいけないっていう授業があったの。あったよ。本当？うん、やったやった。あった、あったんですよ。やってる人多いわ。で、白玉団子って、うん、まあプルンとして丸くて、うん、でお湯の中にポチャン入れてグツグツしたらできるって思うじゃないですか。で、ね、うん、でいざ実食ってなって、うん、食べたら中、うん、パサパサでしょ。パッサパサなんだよ。ダメだと、うん、甘いと、うん、そうやっぱ中まで火が通るように、うん、ちゃんとグツグツしないと、うん、そう中があの粉々のパッサパサ、ね、っていうのをよく覚えてます、うん、ねえ、はい、あれお母さんとかうまく作ったのによくやってんだね。そうだからあれ中へこましてるのはそういうことなんだろうね、きっとね。火が通りやすいみたいな。そうなんだ。均等にまん丸ねえ。お前ら料理とかしねえだろ。そっか、そうだ、そう、そんな思い出でした。あ、なるほどね、はい、あの、うん、白玉の中が粉でギッチギチでした。はい、ありがとうございます。素敵なギチギチトークでございます。はい、じゃあお次はですね、小清水さんお願いしますよ。もう役名言うのめんどくさくなっちゃった。はい、大沢南役の小清水です。ベヌイシだから喋ってないよ。毎回毎日言ってから喋る。もうちょくしちゃってる。そうですね、家庭科でなんかお味噌汁作った記憶はちょっとあって。お味噌汁作ったよね。そうそう、それで班ごとで作らなかった。ね、班ごとでやってて、でうちの班ろくになんか先生がちゃんと説明して段取りしてけばできるはずなのに、あの流し聞きしながらへいへいって作ってたから、出汁を取る段階で鰹節で出汁を取ったのに、こすじゃない、うん、鰹節を、うん、そのまま出汁取った汁を流すっていう、ザーッつって出汁殻の鰹節だけ残るっていう。それ何がしないの。それをさらに醤油で煮詰めてね、ふりかけにできるっていう話だよね。そうか、今ならそういうね、うん、転換ができるよ ね、ちゃんとね、うん、っていうなんか残念なことをした記憶と、家庭科室が、うん、家庭科の料理以外のもので、うん、蚕の、糸を取って、そうなの、シルクを作るってこと。そうそう、家庭科室で糸を取ってっていう授業をやるのに、うん、蚕の幼虫をすごい飼うっていうので、家庭科室が蚕の幼虫でギチギチ、うわクワの、そう、クワの葉をやるとバリ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 食べてる音がそこらかしこから聞こえるっていう、なんか恐怖体験のギッチギチがありました。孵化して飛んでいかないの。たまに廊下とかに、逃げたやつがいて、それが孵化して見た白い蚕がこうやって、でかいの。怖いよ。蚕が。俺その学校じゃなくてよかった。そう、よかったと思うよ。トラウマだもん、なんか。眉からこうくる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 糸取るんだけど、だんだんとね、さなぎの子がくる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 出てくるんだけど、もう煮ちゃってるから生きてないんだけど、だんだんとそれがこうやってこうやって出てくるの。もういいよその話は。うわーっていう話でした。ありがとうございました。今の状況がよくわからない方は映画のね、ああ野麦峠を見てください。よくわかりました。はい、お次はですね、自分の知ってる豆知識。はい、ですね、寺崎さんよろしく。あ、いや、寺崎さん、違う、うまい、伊藤さんよろしくお願いします。はいはいはい、順番ずついかないとこんな人が、ごめんなさいね、間違えました。高尾部長役、伊藤静香です。よろしくお願いします。した、はい、私ね、話そうと思ってたことが若干被るんだけど。おどんどんいいよ、いいよ。ね、私も味噌汁を作った時にやっぱ班ごとで、みんな持ってくるものが、分担があって、じゃあ出汁のなんか持ってくる人とか、味噌持ってくる人、でご飯も作ったから米持ってくる人みたいな、でもうちの班はなぜか何人かが出汁ばっかり持ってくるで肝心の味噌がないの、で出汁取って、あれ味噌は誰、味噌は味噌が、味噌がありませんみたいな。お吸い物の金魚になっちゃった美味しかったけど、まあね、出汁汁 ね、いろんな出汁がね美味しかった。あとね、そのから借りられないの、他の班もぴったりしか持ってきてないから、そうそう、ね、先生も用意しときゃいいのに、ね、忘れることを予測して、ね、そうなくってっていうのと、あとさっき美香子が白玉団子の話してたのを思い出して、あと亜美が虫の話したので思い出しちゃったんだけど、家にね、なんか私むちゃむちゃしたもの好きなの、団子とか、すいとんとか、食感がね、そうそうそう、もちもちのやつがね、そう、でそれを急に食べたくなって、小学校ぐらいの時、で家にこう棚をカパッて開けたら、その白玉の粉の袋があったら、作ろうと思って、気持ち悪いよパッて開けたら
黒い虫がギッチギチギッチギッチおえーってなって、うん、それからあんまり粉の袋を開けなくなった。わかる、そのトラウマはよくあれが米にも湧くやつ。なんでこの話したなんか思い出しちゃったの。はい、以上です。どうもありがとうございました。いや、今のは皆さん想像できますね。はい、ではこの後にどんな話になるのか豊崎さんお願いします。すいません。お疲れ様でした。お疲れ様です。ギッチギッチチャンピオン船堀さん役豊崎です、チャンピオンチャンピオンですが、チャンピオン、チャンピオン、ここに CO8 がいれば完璧でございます。チャンピオンですけど普通の話、はい、全然普通がいいです。もうここまで来たら普通がいいです。もう家庭科の思い出はお弁当を作るっていう課題があって、うん、みんなで、あの好きなお弁当箱を持ってきて、うん、それにこう具を詰めるっていう、うん、あははいろいろみんなで分担してハンドごとにっていう、なんですけど、うん、お弁当の極意、一番の極意は、うん、美味しく作ることでもタコさんウインナーにすることでもなく、ギッチギチに詰めることなんです。そうか、酔っちゃうからね。そう、そうじゃないと、あのボロボロになっちゃうんで、ギチギチに詰めるんだね。なので、あの皆さんもお弁当を作るときはギッチギチにしてください。はい、ありがとうございます。なんとテーマに沿ったまとまったお話、ありがとうございます。さすが船堀、船堀、ふなぼり。はい、ということでね、続きましてはですね、ラオウの後藤さんよろしくお願いします。あ、僕も、ラオウ、ラオウの後藤も。あ、はい、いや、ウリアシアからやっていただきますから、ね、後藤くんがさっきからずっと邪魔なあのマイクの背を持って、こういうのを持っててくれる。僕の右腕がもう、ありですよね。いいんですか？ありですよ、もう。これまでも結構困った顔されてますけど。いや、大丈夫です。あ、風邪からの思い出ですね、僕、はい、あの、七草がゆですかね。あ、そっか、七草がゆを作ってた。ありましたね、春の七草。まあ、美味しく。僕は、まあ確かにないですよね。あったかな、塩味だったですけどね、そんな感じしかないですね、僕思い出がね。まあでも七草粥を作るっていいですよね、まあそういう家庭が実習で。うん、そうですね、今やってるんですかね、最近家庭でもやんなくなりましたからね。ないですからね。ダメだ、日本はな。塩の会話で。そうですかね、これぐらいですかね。あ、どうもすいません、なんか申し訳ないです。ありがとうございます、ありがとうございました。じゃあせっかくですから、時石、よろしくお願いいたします。すいません、すいません。はい、どうも。これなかなか伝わらないですけど、みんなね、これワイヤーくぐって入ってきてます。はい、時事役やらせていただきました、ゆうせんいさまです。よろしくお願いします。お願いします。まさか喋らせていただけるとは。いや、そのもうすいません。家庭科の思い出ですか？そうですね、家庭科。家庭科だと小学校の時にパンを作った思い出があります、ね。素敵、はい、だってホームベーカリーなんかない時代でしょ。いや、なんかでも蒸しパンみたいなのを普通にみんなで作るみたいな、パンを、白い蒸しパンだったんですけど、その思い出ぐらいしかないですね。いや、十分ですよ。味は本当普通に蒸しパンで、ただでもなんかパサパサした、あ、はいはいはい、パサパサ、まあ、なかなかうまくできない、うまくできないですね。しっとり感が難しいですからね。はい、料理力がないとダメなんだね。うん、甘いって言われてすぐもうポイってされる感じですね。なるほど、先生。臭い。ちょっと自分を挟むのやめて。ね、自分の頭を持って。ということで、まあ、やっぱいろんなところ、やっぱ地域によってやっぱやってること違いますね。そうね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして岩瀬くんもできれば、ラスト一人じゃないか。ね。謎の男とか、はい、その他もろもろやらせていただきました、はい、岩瀬修平です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。家庭科の思い出だと、小学生の、はい、あ、ちょっと伊藤さんの話を結構かぶっちゃうんですけど、かぶっちゃうかもしれないですけど、うん、焼きそばパンを作るという話になって、買ってこずに作る、全部焼きそばを作って、うん、パンは買ってくるんですけど、で僕が麺担当だったんですけど、持っていくものを、うん、で僕麺を忘れていきまして、野菜炒めパンになって、ね、ただの野菜炒めパンになって、すごいみんなにこう白い目で見られたみたいなのが一番の思い出ですかね。あの頃はね、炭水化物が欲しいからね。いや、まあそんな感じで、はい、なんかありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということでね、はい、最後私でございますが、はい、お願いします。まあまあまあ、まあ、こんだけ出てない、大体被るわけですよ。ナップサックも作りましたしね、なんかこう白玉の話もやりましたし、まああと出てないといえばカレーとかですかね。カレーは絶対みんなやりましたよね。でもなかなかあのどこまで湯がいてルー入れていいかのさじ加減がわからないじゃないですか、ね、家庭科の調理といえば皆さんそこら辺の先生の説明で自分たちで能動的にやるわけですから、実際やってみたらですね、あのじゃがいもに火が通ってなくて、あれこれ家庭科なんつってね。はい、ということで、D フラグドラマ CD 誠にありがとうございましたということで、ね、また次にですねお会いできる日を楽しみにしておりますよ。それでは皆さん、どうもお疲れ様でした。